リチャード・ロー安井のベッケナーということで始まりました。いつも通りですけども、リチャード・ローのギター担当の安井です。はい、今回ベッケナー17回ですか。いつもね、このベッケナーのコーナーでは僕が使ってるギターとか機材とか、ね、そういうちょっとマニアックな話をすることが多くてですね、で今回実はちょっとね、まあちょっと下山さんの真似をして、僕もまあ好きな漫画とかね持ってきてちょっと紹介しようかなって思ってたんですけども、実はこれを見ていただいてる方からちょっとリクエストをいただきましてありがとうございます。なので今日はちょっと漫画の紹介をやめにして、急遽機材の紹介をじゃあしようかなと思って、今日用意してます。これそうです、アンプですね。アンプヘッド、マーシャルの JVM410 というのを、僕使ってるんですけども、ヘッドっていうのはこの部分ですね。で、この下にある、もう映ってますよね。これはスピーカーキャビネットといって、これとこれはまたちょっと別なんですよ。で、まあ、もう後ろでちょっと配線で繋げて、これで作った音をこっから出すっていう仕組みになってるんですけども、まあ、スタックアンプって言われるやつですね。で、このマーシャルと言われる、この、言われるというか、マーシャルというブランドですね。これはもう今、どこのライブハウスでも、あと、リハーサルスタジオでもね、こういう風な、大体もう、マーシャルの、製品が置いてます。まあ、それぐらい、こう、浸透してるというか、なんというか、もう、なんでしょうね、ギターアンプといえば、マーシャル、みたいな、ところがだいぶあるんですけども、もちろんね、マーシャル以外でも、すごく、いい音の、アンプはたくさんあるんですけども、私も実はマーシャルのユーザーになりまして、もう1年ちょっと経つんかな。そう、別にね、僕特別マーシャルが好きだっていうわけじゃないんですよ、本当は。ただ、自分がこのね、レスポールっていうギターを、あ、音出しちゃった。ギターをね、弾くようになってから、やっぱまあ、レスポールとマーシャルの音っていうのは、僕の憧れの、サウンドの一つなので、まあ、ヘッドを買うならやっぱりマーシャルかなっていうのね、今メインギターがもう、レスポールになってますので、まあそういうところから、マーシャルの製品を選んだんですけども、そうですね、アンプの紹介をしようかな。これね、すごい時間かかると思うんですよね。で、だいたい10分枠ぐらいでこれしてるんですけど、うまいこと説明しないとこう10分枠が収まらないので、ちょっといろんなところ省略しながら説明をしていくかもしれないですけど、よろしくお願いします。ということで早速、はい、ギターを持って音出していきましょうか。はい、でですね、まずこれマーシャル JVM というシリーズはまあ大きく2種類あるんですよ。JVM210、410、まあ言うたら2チャンネル仕様と、4チャンネル仕様ですね。で、まあ僕が使ってるのがこの4チャンネル仕様です。まあちょっとカメラ遠いから見えない、つまみまで見えないかもしれないですけど、4チャンネル、クリーン、クランチ、あとドライブチャンネルが1と2とっていう4チャンネルあるんですね。はい。だからまあ4種類の音が作れると。この一つで。なんですが、実は各チャンネルそれぞれにモードというのがありまして、クリーンチャンネルにグリーンモード、オレンジモード、レッドモード。そしてクランチチャンネルにもグリーン、オレンジ、レッド。で、ドライブの1、2、両方ともグリーン、オレンジ、レッドっていうこの3段階のモードがあるんですよ。だから、まあ4チャンネルって言いましたけど、各チャンネルに3モードですから、3、4、12ですね。だから12種類の音が作れると。これ1台で。はい。で、さらにですね、マスターボリュームという、パワーアンプ側のボリュームですね。に、にえて、が、2系統あるんですよ。だからまあ、ボリュームの大小の違いですけど、言うたらまあ、マスターボリューム1で鳴らすクリーンチャンネル、クランチ、ドライブ1、2。マスターボリューム2で鳴らすクリーンクランチドライブ1、2と、まあ音量の差っていうだけですけど、12が2系統24種類の24種類の音がこれ1台で作れると、もうそれだけでなんかね、もう十分な魅力が、だからもう多機能っていうやつですね。機能が多いと。で、まあそのグリーンオレンジレッドって何なんだと、アンプのアンプじゃないよ。まあ、そのチャンネルのゲインってやつですね。ゲインが、まあ、赤くなるにつれ、大きくなると。
まあクリーモードはまあまああれなんですけども、まあクランチとかドライブとかね、そういう歪ませてる音がもう赤にレッドに近づくにつれてだんだんその歪みが強烈になると。でまあこいつはそのドライブチャンネルでレッドモードとかするともうかなりもうヘビメタギタリスト御用達のサウンドになりますし、でまあグリーンモードとかでしたらね、もっとマイルドな音とかも、作れるので、かなり幅広いジャンルに対応できるアンプだと僕は思ってます。でまあマーサルらしく、まあつまみの方を言っていきますと、マーサルらしいそのゲイン、まあイコライザーが3種類ですね。トレブル、ミドル、ベース、まあ高音域、中音域、低音域ですね。でまあチャンネルのそれぞれのボリュームっていう風に、このつまみが全部独立してるんですよ、チャンネルごとに。だからまあよく2チャンネル仕様のアンプとかだったらね、イコライザーが共通でとかなっちゃうと、クリーンモードでは、あ、クリーンモードでクリーンチャンネルではこういうイコライザーの設定だけど、ドライブチャンネルになるとなんかもうちょっと中音域をね上げたいとか、そういうのもね、各チャンネルごとに、振り分けができるので、うんうん、便利ですね。やっぱりチャンネルごとにイコライザー独立してるっていうのは。でまああとリバーブですね。リバーブも各チャンネルそれぞれに4種類リバーブがついてますし、リバーブを切るということもできるので、もちろん使いたくないっていう、あとまだ自分の持ってるエフェクターとつなげてそっちの方でリバーブをかけるんだとかね、いうのももちろんできますので、はい。であとまあパワーアンプ側のイコライザーですね。超高音域の、プレゼンスと超低音域の、レゾナンスですねっていうのももちろん、まあ、これはちょっとまあ共通になるんですけども、各チャンネルね、まあそれだけまあちょっと幅広い、音が作れるよと。であとまあ裏側の方になるんですけどもね、センドリターンはもちろんついてるので、エフェクトをね間にかましてまた戻してっていう風なこともできるし、そのセンドリターンもパワーアンプのそのマスターボリュームかなの直前のところにもセンドリターンって2種類あるんですよ。だからそのエフェクトの使い分けとか、あとノイズの、ノイズゲートですか、そういうなんとかもね、使い分けたりとかすると、本当に、自分の思ってるサウンドが作りやすいんじゃないかなと。まあ、こんな説明ばっかりしてると音聞かせてくれよっていう話ですよね。時間、やばいかもしれないですね。まあ、ザザザッと、言ってたように、一つのチャンネルで3モード。今、ちょうどクリーンチャンネルのグリーンモードですね。一番歪みのない、音ですか。これでまあフットスイッチの方で切り替えができるので、今オレンジモード、あんま違い分かんないですよね。レッド、ほんまにこれクリーンなんですかっていうような感じですけど、ちょっとクリーントーンでねソロを弾きたいとか、では正直リチャードローでクリーントーンってほとんど使わないんですよ僕。まあいつかはね、せっかくこのアンプ買ったから使うようになりたいなと思ってるんですけども、今のところまだちょっと僕はクリーンチャンネルを全然使ってないので、まあイコライザーとか結構適当ですけどもね。はい。でクランチチャンネル行きましょうか。クランチチャンネルのグリーンモード。オレンジモードになると、で今全然つまみ触ってないから全く同じ設定のまんまなんですけど、まあ、これだけ原因歪みですねの違いが出ると。レッドモードになると、ハードクランチみたいな感じの音になりますけど、はい。そしてきっとどのギタリストさんも一番使うであろうドライブチャンネルですね。まずじゃあ1の方行きましょうか。ドライブチャンネル1の、グリーンモードですね。先ほどのクランチのレッドとまあ似たような歪み方ですかね。若干こっちの方がまだ、まあ、僕の設定もあるんですけど、歪みがやや強いかなと。ちょっとボリュームを絞ったりとかすると、これをするならクランチチャンネルいらないんじゃないのって言われそうですけども。
でオレンジモードですね。これあのリチャード・ローのギタリストさんが一番よく使ってる音色ですあのドライブチャンネルのオレンジっていうのがあのライブでも、はい、よく一番よく使ってる音色ですね。これがねレッドまでいくとかなりハードなんですですね。はい。で、ドライブチャンネルの1と2の違いって一体何なのだというところなんで、まあいいや。そう、あの、イコライザーのね、設定がちょっと違うんですよ。ね、ドライブチャンネル2の方が、やや中音域が抑えられてるというか、あの、まあ僕の主観なんですけど、あの、中音域の、可変幅が広いというか、だから、歪み自体はあんま変わんないんですけど、あんまっていうか、ほとんど変わんないんですよ、全然。うん。だけど、あの、そのイコライザーのね、設定が違うので、僕の場合はいつもドライブチャンネル2の方を、リード、あの、だからギターソロとかね、イントロとかね、っていうので使うチャンネルとしてて、だからボリュームもドライブの1よりもちょっと多めにしてるし、さっき言ってたあの、マスターのね、あの、1と2と 2K とありますよって言ったのも、あえてその、大きい音の方に合わせて、ドライブ2の方は使ってます。で、こっちの方になるとですね、あんまり僕は、グリーンモードは使わないですね。リバーブもだからちょっと深めにかけてますね。大体これも僕はオレンジかレッドかのどっちかです。いつも使ってるのが。これが今マスターボリュームが設定をしてないので、これがいつも使ってる方でいくとちょっとボリュームが大きくなるんですけども。わかりますか？音の大きさの違い。そう、だからこうやってね、あの、すごい使い分けができるんですよね。同じドライブチャンネルでも。ああ、さっきレッドモードちょっと弾いてなかったけど、もう時間がちょっとやばいので。そう、だからマスターボリュームの使い分けもできるし、チャンネル自体でボリュームの差をつけてね、あの、マスターボリュームの方では、ちょっとだけの差をつけて、あの、歌がないところだけ、ボリュームをちょっと上げるみたいな、ブーストさせるみたいな。使い方とかもできるし、ほんとそれプレイヤーそれぞれの、使い方があると思うんですけども。あとやっぱまあ、イコライザーとかもね、あの、マーシャル特有の、その、ちょっと強めの高音域とかあるので、まだ僕もちょっと勉強中でして、いまいちこう、気に入らないなっていうような状態だったり、あ、これいいねっていう状態だったり、ちょっと様々なんですよね、ライブするごとに。でもね、ようやく、私もアンプヘッドを持つようになりまして、もうちょっとね、使いこなしていけるようにと、僕もまだまだ勉強中なんですけども、そうですね、なかなかいいですよ。僕は結構これがあってよかったなと本当に思ってます。でもね、ブログとかでもよく書いてるんですけど、まだまだね、欲しい機材とか、アンプヘッドとかね、お金がないんですけども、まだいつかね、鳴らしたいなとか思うのもあるので、そういうのまた紹介できるタイミングが来たら、このリチャードローのベッケナーだったり、あとまた個人的に僕のブログだったりでいろいろ書いていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。そんなわけで、マーシャルアンプヘッド JVM410 の、紹介でしたね。本当はもっと細かいところまで紹介したいんですけども、多分10分も超えてしまったんじゃないかなと思うのでまたね、おいおい、紹介できるタイミングが来たら紹介しようと思います。はいはい、そんなことで多分時間オーバーしましたけども、お届けいたしましたのはリチャードローのギター担当安井でした。マーシャルでした。